世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本のおもてなし文化は世界でもたびたび話題になっており、多くの人が日本人のおもてなしの凄さに驚くそうです。今回は外国の大使を送迎する際のおもてなしと、そのニュースを見た海外の人々の反応についてご紹介します。日本では外国の特命全権大使や特命全権公使が新たに就任した際に、派遣元の元首からの信任状を天皇陛下に対して奉呈する信任状奉呈式が皇居宮殿で執り行われます。信任状奉呈式のために皇居へ向かう際、大使は東京駅から宮殿南車寄せまでの移動手段として自動車か輸送馬車かを選べるようになっているのですが、ほとんどの大使は馬車での移動を選択するそうです。道路はこれに合わせて一時通行止めになり、その場に居合わせたラッキーな人たちはこのおとぎ話のような光景を実際に見ることができます。自動車では大使館または大使公邸から宮殿までの往復で送迎されますが、馬車では大使館または大使公邸から東京駅まで自動車で送られ、その後馬車に乗り換えるのだとか。基本的な編成としては、大使の随行員が乗る馬車と警護の高級警察および警視庁の騎馬隊を加えた馬車列が作られます。馬車の大部分は明治後期から昭和初期に製造されたもので、内外装ともに美術品的な価値が高く、修理は民間の専門業者に依頼されているそうです。話題になった映像では、ブルネイのカミラ・ハニファ閣下が信任状奉呈式から馬車で戻られた際の様子が収められていました。このような日本のおもてなしに、ブルネイの人々からは感激の声が多く寄せられていたので、その一部をご紹介します。この送迎すごくシックでエレガントだね。自分の国の大使が日本から熱いもてなしを受けていると誇らしくなる。私も駐日大使になりたい。どうすればなれるんだろう。この独特な文化が今でも残っているなんてすごい。これは大使を祝福せざるを得ない。あんな素敵な送迎を受けていたなんて、大使は本当に良かったですね。イギリスも1999年以前からやっていたはずだよ。だから日本独自のものとは言えないと思う。大使は日本語が話せるわけだよね。向こうで働くってなったら日本語は不可欠だろうし、アニメを字幕なしで見られるなんて最高の人生じゃん。馬車で迎えに来られたらたまげるだろうな。あんな素敵な体験ができるなんて。大使があんな礼遇を受けているなんて、ブルネイ人として誇らしい。あれが日本の敬意の表し方なんだね。素敵。大使、おめでとうございます。伝統が国中にあふれていることは日本の強みですね。大使はやっぱり日本にいてもずっと清掃で過ごしているものなのかな。さすが伝統と新しさが混在した国、日本だ。馬車で送迎なんて気分はシンデレラだよな。大使でも普段なかなかできない体験ができて本当に良かった。日本人のおもてなしの仕方にすごく惹かれるし興味がある。ブルネイには存在しないものだよ。私の中で眠っていた密かなお姫様願望が目を覚ましそうだわ。今度ブルネイで国際的なイベントが行われた時は、要人たちを馬車で送り迎えしたらいいんじゃないかな。馬車で迎えに来られたら目がハート型になるに決まってる。この動画のせいで俺も無性に駐日大使になりたくなってきた。これが帝国式なのか。かっこよすぎる。あの空間だけ封建時代に戻ったみたいに見える。
日本人らしいすごく心のこもったもてなし方だよね。とってもかっこいい。だけどヨーロッパでも送迎に馬車を使ってそうじゃない？私も日本に行きたくなっちゃった。予算の問題でなかなか難しいけどね。日本人ってこういうところをすごくこだわるよね。最高の送迎だ。独特で面白いし、おもてなしとしてすごいってだけじゃなくて、単純に文化としてクールだわ。これだから私は日本のことが大好きなんです。日本の公式の行事とかも格調高い雰囲気でいいよね。迎えを待っている時にいきなり馬車が来たら絶対驚くし、ワクワクしちゃうよね。駐日大使になればあんな体験ができちゃうわけか。相手を尊重する日本の文化は素晴らしいものがあるよね。日本は外国に対して礼を尽くすよね。ブルネイに対してもすごくよくしてくれているし、豊かで安全でフェアな政治が行われていて、古い伝統や慣習もしっかりと残っている。それが日本という国だ。日本がブルネイに対してここまで礼を尽くしてくれた。その事実が僕を誇らしい気持ちにしてくれる。以上がブルネイの人々の反応です。海外の反応でも触れられていた通り、イギリスやスペイン、オランダなども信任状方程式に馬車を使うそうです。ただ本当にごく一部の国だけでしか行われていないので、日本に赴任する大使の楽しみの一つになっているようです。偽装馬車はどんな高級自動車より目立ちます。沿道の多くの人に注目されて手を振られたり、写真を撮られて SNS に投稿されたりしていますよね。大使も沿道に手を振るなどして歓迎されていることを実感すると言います。この偽装馬車列は国際親善の大きな役割を担っているのです。日常では馬車は愚か、馬を間近で見る機会もめったにありませんよね。日頃から訓練されているとはいえ、馬車は車も人も多いオフィス街を通るので、神経質な馬をコントロールするのにはやはり気を使うそうです。沿道には警官や警備員が配置されますが、馬を刺激しないように、撮影時にフラッシュを使用しないよう何度も注意されるのだとか、外国人観光客が多いので、英語でも案内しています。信任状方程式はかなりレアな行事だと思われがちですが、意外にも2017年には32回行われました。1日で2回、2カ国行うことが通常なので、時間を合わせて待っていれば、馬車列を往復で4回見るチャンスがあります。運行予定は宮内庁のホームページで公表されていますが、悪天候時には自動車列となる場合もあるので、見に行かれる方はその日の天気もチェックすると良いでしょう。ここからは宮内庁が発表している馬車について、もう少し詳しくお話ししていこうと思います。外国の大使を乗せる偽装馬車は4号と決まっており、当然1から3号も存在するのですが、4号とはまた違った役割を持っているようです。偽装馬車1号は1914年に国内で製造されました。船底型漆塗りで、車体の銅はエビ茶色。重量 1398kg、長さ 4.48 メートル、幅 1.93 メートル、高さ 3.27 メートル、8頭立て6頭引きの企業式で4人乗りです。屋根に鳳凰をいただき、車体の上べり全体に菊葉の彫刻と、中央に菊花御紋章を金色で装飾し、車体の胴両側に金色菊葉唐草模様及び金高蒔絵の御紋章があります。
1928年の即位の礼の際に昭和天皇が使用されました。もともとは座御式の8頭立て6頭引きとして製造され、1915年の即位の礼で使用されたそう。その後、座御式から起御式に改造及び大修復を行い、現在に至っています。儀装馬車2号は、1928年に宮内省主馬料工場において製造されました。船底型割りほろ、漆塗りで、車体の銅はエビ茶色、重量 1125kg、長さ 4.51 メートル、幅 1.87 メートル、高さ 2.24 メートル、6頭立て4頭引きの起御式で4人乗りです。車体の銅両側に金色菊葉唐草模様及び金高蒔絵の御紋章があります。1990年の即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀や、1959年の皇太子殿下ご結婚の馬車列にも使用されていたようです。儀装馬車3号は昭和3年に宮内省主馬料工場において製造。船底型割りほろ、漆塗りで車体の銅はエビ茶色。重量 1098kg、全長 4.52 メートル、幅 1.91 メートル、高さ2.24 メートル、2頭引きの座御式で4人乗りです。車体の銅両側に金色菊葉唐草模様及び金高蒔絵の御紋章があります。2号と同様、1990年の即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀の際に使用されました。また、1952年の立体子の礼及び皇太子成年式、1980年の鳴人親王成年式、1991年の立体子の礼などの儀式にも使用されたそうです。そして、儀装馬車4号は、冒頭でご紹介した信任状方程式の送迎に使われている馬車で、1913年に製造され、今でも専門家によって大切に維持管理されています。胸底型割りほろ、漆塗りで、車体の銅はエビ茶色、重量 1098kg、全長 4.51 メートル、幅 1.90 メートル、高さ 2.24 メートル、2頭引きの座御式です。4号は4人乗りで、車体の銅両側に金高蒔絵の菊の御紋章があるそうです。各部はピカピカに磨き上げられていますが、まさに走る美術工芸品といったところです。どの儀装馬車も改造や修復を経て、今後も受け継がれていくものだと推測されます。東京などにお住まいの方は、機会があればぜひ実際に見てみてくださいね。いかがでしたでしょうか。儀装馬車による送迎は、海外の大使にとってとても感動的で特別なものになっているようです。海外でもごく一部の国で行われているようですが、どこか厳かな雰囲気は日本ならではだと思います。意外にも頻繁に行われているようなので、ぜひ天気に気をつけて足を運んでみてはいかがでしょうか。皆さんは馬車に乗ってどんなところに行ってみたいですか？また実際に信任状方程式で馬車を見たことがあるという方は、その時の様子をぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。